牧家土地の木、牧家土地の木は、新潟県糸井川市の対所地区に生育している、土地の木の巨木である。推定の樹齢は500年以上と言われ、千国街道を、行き交う牧家や牛方たちの道しるべや休憩所となっていた。この木は1971年に、糸井川市の天然記念物に指定されている。牧家土地の木は、JR 西日本大糸線の平岩駅から、 新潟県道375号線を長野県境に位置するクズハに向かって2キロメートルほど登った道端に生育している。樹高は約2 0ル、幹回りは約4 5メートル。この木の名称となっているッカとは、背に荷物を背負って徒歩で運搬に従事する人を指す言葉である。クズハを通る戦国街道は、かつて潮の道と呼ばれ、 糸井川地方と新州の物流を担う重要な道であった。糸井川からは塩や干し魚などの海産物を運び、新州からはタバコ、大豆、小豆などの農作物などが運ばれていた。牧家たちは大所地区までの途中にある大野、小滝、ネ地などの集落に住む20代から40代までの働き盛りの男性たちが、 三人から五人で一組となって働いていた。道が広い場所では牛馬が荷物を運び、悪路では牧歌がショイコニニをくくりつけて運搬した。牧歌たちは糸井川から約七十キロメートル離れた品の大町まで一日の校程で運搬を受け負うことを一日、折と呼び、運搬日数によって二日折、三日折と呼び習わしていた。新州との境近くにある この木を、牧歌や牛方たちは、道しるべとし、木陰で休息を取っていた。土地の木の実は、山間部における貴重な食料であり、大所地区付近にも、森となって生育していた。その後土地の木は、近在の木樹種たちにとって、格好の材料となったためば、採されてゆき、この木だけが残った。樹勢は旺盛で、秋になるとこの木から落ちた実のせいで、戦国、近年も、 路上のアスファルトを覆い隠すほどに開花後の花をまき散らしている。以前は主要道の国道148号だったクズハ峠を通る千国街道は大所トンネルの開通などによって主要道から外れ、その後新潟県道375号線となっている。1995年に起こった7.11水害によって大所地区は大きな被害を受けクズハ峠で 道は、行き止まりとなり、峠にあった、ドライブインも廃業を余儀なくされるなどして、交通量は激減している。地元対処地区が管理する、この木は、1971年3月26日に、糸井川市の天然記念物に指定され、かつての潮の道の往来を今に伝えている。ABCDEFG、居住、巨木218ページ。ABCDEF、 移送巨木伝承36から39ページ。ABCDE 牧花土地の木人里の巨木たち2012年2月25日、閲覧。ABC 移送巨木、AB 牧花土地の木、新潟県公式観光情報サイト、新潟観光ナビ2012年2月25日、閲覧。移送巨木伝承33から34ページ。 AB 牧土地の木2012年2月25日、閲覧。ABCDE 土地の木、糸井川市総合観光辞典糸井川ジオパーク2012年2月25日、閲覧。AB 移送巨木伝承40ページ。AB 天神肥えコース、小谷村観光のページ2012年2月25日、閲覧。AB 特集陶芸機二2012年2月25日。 閲覧ありがとうございます。